何よあんた、ずいぶん乱暴じゃない。ちょっとしてあれね、あちきのことが好きすぎて狂心的ファンになっちゃったあれね。その愛情はやがて憎しみに変わり、あちきを独り占めするために命まで奪おうっていうのね。そうはさせるもんですか。あちきはあんただけのものじゃないのよ。みんな行くよ。デジモン？それってあの電脳空間エデンにいるとかいないとかいう。それじゃああの CD もあのいたずらも全部デジモンがやったって言うんですか？いたずらだなんてひどいわ。こんなに CD がたくさんあるんだから、あちきの CD だって売ってくれたっていいじゃない。どうして、どうしてみんなあつきの音楽を理解してくれないの？そんなことありませんよ。確かにあなたの音楽は自分の聴覚を呪うような、五臓六腑を口から吐き出したくなるようなひどい曲かもしれません。でもあの独創的で個性的な響きはきっといつかたくさんの人々を魅了する音楽だと私は思います。新しい表現は受け入れてもらえるまでに時間がかかるもの。諦めたらそこで終わりです。最後まで自分の音楽を信じてください。あんた、これ以上微妙な板倉をしないって約束してくれるなら、店長に頼んで正式に CD をお店に置いてあげます。私があなたのファン1号になりますよ。泣かせること言ってくれるじゃない。ありがとう。それでそのデジモンの特設 CD コーナーを作ってあげたというわけか。いたずら犯への処置としてはいささか甘やかしすぎな気もするが。そんなんじゃありません。私はエテモンさんのあの曲本当にいい曲だと思ってるんです。中にはどんな音楽だってあっていい。あの曲はきっと音楽の可能性を広げてくれる、そんな力があるって私は思うんです。ほほう、店の利益のことだけではなく音楽というジャンルそのものの発展まで考えているとは。さすがは CD ショップの店員、音楽好きの鏡といったところだな。ノーミュージックノーライフ、音楽は人生の一部ですから。電脳探偵さん、ありがとうございました。これで安心して仕事に戻れます。絶対の品揃えを誇る音楽の殿堂タワーレコードにぜひまた遊びに来てくださいね。最後にしっかりと店のアピールをしていくとは、なかなかに小根のたくましいお嬢さんだな。その露骨な証拠、私は嫌いじゃないのね。